警察署と沖縄バス、琉球バス、それぞれの読谷営業所による合同ですね、国際テロ対策訓練を、これから実施したいと思います。皆さん、止めて、降りる。止めて、降りる。お客さん、どうされました？体調が悪いんですか？ああ、じゃあ、いいから止めて。こっちで降りるから。まあ、俺いい、こっちいい、こっちいいよ。ここで止める、ここで止めると大変危険ですから。大丈夫、大丈夫、後ろ車来てないよ。入ってる先にお座りください。大丈夫、大丈夫。こっち止めて。はい、こちらの嘉手納警察署のですね、警備課長の中村と申します。はい、よろしくお願いします。今回、読谷バスターミナルで、この、公共交通機関における、まあ、国際テロ対策の、まあ、訓練が初めて実施されたということなんですけど、これ、どういった、目的で、行われたのか教えてください。はい、最近のですね、国際テロ情勢を踏まえてですね、このここ読谷村も観光スポットということで、最近テロというのは人が集まるところに、テロを敢行するという事案が発生しておりますので、今回のこの読谷村の、琉球バス、沖縄バスの読谷営業所さんがいらっしゃいますので、公共交通機関という位置づけで、私警察とですね、関係機関と連携した対処要領訓練を実施するという、そういった流れになっております。実際この今回訓練を行ったんですけど、まあ、具体的にどういった、訓練の内容だったのか、それも踏まえて教えてください。はい、今回の訓練はですね、読谷村内のバス停にですね、バス停からですね、テロリスト不審者がですね、バスにまず最初乗り込みまして、バスが発車します。でそのバスの中 ですね、テロリストというのは非常にこの周囲を気にする、本人は悪いことをしようと企てるものですから、非常に周りを気にしている中、たまたま隣の乗客と目が合って、口論になったという状況になっております。でその後、この不審者がバスを急に降り出すということで、運転士に詰め寄って急に降ろすという要求をするんですけど、それに対してこのバスの運転士さんの役割として、この不審者の要求にすぐに応えるんではなくて、まずは落ち着かすと、しっかり説得しながら、本人もテロリストですね、本人を幸運させないように、このしっかり説得するという、そういった訓練も合わせて実施しております。その後、この運転手さんがですね、しっかりこのバスの中にある非常用ボタンを適切に、状況を判断して通報してもらって、で引き続きこの犯人を興奮させないように落ち着かすというような流れになっております。でその後ですね、通報を受けた警察官が現場に臨場しまして、バスを停車後に不審者に対する説得ですね、バスを降ろさせて降車させた後に、今回は人質を取って降りてくるという想定ですので、しっかりまたテロリストを興奮させないように説得しながら、体系を構築して制圧逮捕という流れです。でその警察の動き以外に、バスの運転手さんはしっかりこの対応中も乗客の安全を確保ということで、しっかり車内放送してもらう、でしっかり逮捕して現場からいなくなった後は適切に避難をさせるという流れでやっております。で最後にですね、この逮捕制圧して避難させた後に、乗客の中から1人急病者が出たという想定で、その急病者をバスの外に安全に搬送した後にですね、この訓練に先立ってやった AED 訓練をもとに、また実際やってもらうという総合的な訓練を今回実施しました。やっぱりこの公共交通機関は、一般の方どなたでもご利用されるものだと思うんですけど、もしこういったテロの場面に出くわした時の、このどういった行動を取ればいいのか、それも踏まえて教えてください。はい、まず自分の身を守るということを徹底してもらいたいと思います。むやみにですね、抵抗しに行ったりですね、反撃したりということなくですね、しっかり身を潜めて、警察官来ますんで、しっかり自分の身を安全に守ってもらう。でそれに加えてですね、もし車内に不審物だったりそういったものがあったとしても、むやみに触らない、近づかないということを徹底してもらいたいと思います。